さて、ここでお忙しい中、外部より、お越しいただきました方を代表し、静岡大学の頃より、講師にわたり親しくいてしていただいた、出版社、南運動の橋本さんより、お言葉をいただければと思います。浅川先生、長い間本当にご苦労様でございました。私は南運動の橋本と申しまして、静岡大学も担当させて今でもいただいているんですけれども、かれこれ浅川先生と、お目にかかりましたのは静岡大学の、浜松校舎の方の、研究室が終わりになった頃にエレベーターに乗っておりまして、その時にお声掛けいただきまして、それがご縁で、かれこれもう27、8年ぐらいになるではなかろうかという月を、講師のあたり非常に、面倒を、見ていただいて、もう本当に感謝のしようがないと申しますが、いろいろご企画もいただきましたし、非常に会社の方にも貢献していただいたという、思い出が、ございます。本当にご苦労様でございました。これをもって、感謝のお言葉と申しますか、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。次に、ゼミ生の OB を代表して1期生の小堀トムさんよりお言葉をいただければと思います。ありがとうございます。最初にまず浅間先生、おめでとうございますというのかお疲れ様ですというのかわからないですけども、長い間お世話になりました。お疲れ様です。で、僕はさっきそこで授業が始まる前に、一言最後お願いしますって言われまして、何話そうかなと思ってたら、もう先生が話してたこととかあんま頭入ってないんですけども、今は緊張で手が震えております。そんなに面白くなかったです、先生が。で、まず僕が初代ゼミ長として、じゃあなんでゼミを開いたかみたいなところの話をちょっとさせていただければなと思うんですけども、2年生になって3年生からゼミが始まるって段階で、僕自身がどのゼミにしようか、誰のゼミに入ろうかすごく迷ってたんですね。迷ってたっていうのは、なんかポジティブにこれもやりたいしあれもやりたいしっていうよりは、なんかいまいちこれがいいみたいな、そういうのが見つからずにいて、でどうしようかなって迷ってる時に、先生の授業で、先生がちらっと、静岡大学にいた時とはまた朝霞のキャンパスだったんですけども、健康スポーツの、学生はまたノリとか勢いが違う、そういう人ともうちょっとゼミみたいなのを持つっていうのも、面白いんじゃないかなっていうのをちらっと言ったことがあって、それで僕もああだったらやってみようっていうので先生にアプローチをして、で、もう本当署名とかも集めたりして、やっていったところがありまして、で、浅間先生のなんでじゃあ先生が良かったかっていうと、すごくその教授の中でもなんか異質っていう感じがしたんですね。なんか変わってるなっていう。で、僕今まで人生経験で異質な人とか異質なものとか異質な出来事に触れると、すごく自分が成長できたり、今まで自分では考えられなかったようなことっていうのがまた考えられるとか、新たな刺激が入ってくるっていうのがあったので、先生の授業とかも聞きながらそういう刺激もらえたらいいな。で、ここだったら、先生とだったら何かそういう何かに燃えていけるような学生生活送れるんじゃないかなっていうのを、そういう気持ちがあって開いてもらって、で、異質なものをいろいろフィンランドとか連れてってもらったり、
まあ、その考えとかに触れて、まあ、僕も今があるなというふうには思います。で、そうですね、まあ、まとめ方が僕もよくわからないんですけども、まあ、浅間先生をはじめ浅間先生に関わった人たちとまたもう今日これで終わりっていうのではなくて、またどっかの機会でみんなで集まったりして、で、まあ、シナジーというか相乗効果を起こしていって、皆さんでまた何かできたらすごくいいんじゃないかなと思いますので、まあ、これからもよろしくお願いしますってことでいいですかね、挨拶ありがとうございました。ありがとうございました、そして、本日の授業オンラインの参加となりましたが、2年間にわたって浅間教授の必修授業および、選択授業を最も多く履修された、朝原、ほのかさんよりお言葉をいただければと思います。いきなりだって言っていきなり、あ、なんか打ち合わせがなかったみたいです。はい、朝原、聞こえるか？朝原、聞こえてないかな？残念ながら聞こえてない。聞こえてないですか？あ、朝原聞こえてる？急なご質問ありがとうございます。なんか一言ください。君が一番たくさん私の授業を取ったから。朝原先生の授業を6単位ほど出していただいて、結構学ぶことがたくさんあって、なんか結構国際的なことに興味があるので話していただいたんですけれども、それよりも人生観とかを学べることの方が多くて、毎回の授業が楽しみでした。この1年間ですか、履修してなかったんですけども、物足りないなって思うくらいで、もう少し浅間先生の授業を受けたかったなって、取っとけばよかったなって後悔してるくらいです。で、1年間ありがとうございました。お世話になりました。どうもありがとうね。はい、そして、最後となりますが、本日、対面出席者を代表して、林雄介さん、林さんは入試時の面接官が偶然浅間教授であったこと、あったご縁があります、から、お言葉をいただければと思うんですけれども。紹介に預かりました、林雄介と申します。まず最初に、先生本当に今までありがとうございました。お世話になりました。先生と会ったのは、今先ほども、言ってくれたんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕は、帰国子女入試という形で、こちらの大学に、入学したんですけれども、その際の、面接の担当教員だったのが浅間先生とはともう一方、おられたんですけれども、その際に、その時に、初めてお会いしました。で、今年度2年生の4月に浅間先生が、英語の担当の先生であるというようなことを、シラバスとかで見て、ちょっと誰だったろうなっていうのは正直最初思ったんですけれども、その後先生の顔を見て、面談の時の先生だと一瞬で、感じた次第です。で、その後、何度か授業を、対面は2回、3回ぐらいでしか最初はできなかったと思うんですけど、声をかけて、先生覚えてられますかと、こんな僕ですけど、帰国子女で入試で先生の担当の、生徒でしたというようなことで、初めて1対1で話す機会があって、それから、授業を通してといいますか、いろんなところで
さりげなく声をかけてくれて、まあ、何かあったらいつでもメールくれよとか、いろいろ言ってくれて、まあ本当に生徒一人一人に、気を配ってくださる、本当に優しい先生なんだなっていうことを、一番最初に感じていましたし、このたった1年間っていう短いようで長いようでっていうような期間ですけど、まあ、その中で先生のその何でしょうね、筋を通す、最後まで自身の思ったことをやりきるっていう筋をしっかり通すっていうところが見られて、まあ、僕もまだ21ぐらいですけれども、まあ、これからやっぱり筋を通していくっていうことの重要性、あとは人の在り方としての学びっていうのをこの英語の授業で、いろいろと学ばせていただきました。まあ、本当にためになる授業であったので、まあ、先ほども朝原さんが言ったように、他のいろんな浅野先生が担当している授業を、履修しておけばよかったなというふうに、本当に思っていました。はい、まあ散々言っておりますけれども、本当に、たった1年間という短い期間ではありましたが、本当にお世話になりました。今までありがとうございました。はい、それでは、最後に、現、浅間ゼミの、僕たちの方から、プレゼントがございますので、ちょっとじゃあ浅間先生のそこにいらしていただいて、講義の前に、皆さんにあの色紙に、紙にちょっとこうメッセージを書いていただいたりと、色紙と、花束をお渡ししたいと思います。知らなかったな、あの飲んだばっかなのに何も触れなかったな。本当にありがとうございました。そういうことで講義はこれで終わりましたが、まあ、今後ですね、東洋大学では金曜日に、2コマほど授業を持つということで、非常勤講師として、まあ、毎週通ってくることになります。まあ、クラスの担当は違うから皆さんと会うことはないと思うんですけども、金曜日の5限だったかな、予定お会いすることはないと思いますが、私も今度は非常勤講師、気軽な立場ですが、スタスタと来てスタスタと帰りますからね。まあ帰りはね、スタスタと帰らないでね、飲んでね、ブレア飲もうってって、いつも飲んでソイアンとかブレアと一緒に飲んで帰るような気がしてしょうがないんですが、お金がたまりません。まあ、あとはまあ他大学で、ね、非常勤講師をやって、でもう一つメインな、これはまあ、まだ今申請段階なので詳しいことは言いませんが、ある大きな組織の社団法人のですね、学術顧問としてですね、日本で初の、まあ、ことをちょっと手掛けるということで、メディアアナウンスがいつできるかちょっと分かりません。今着々と進めているというところです。ちょっと違った世界のことをね、やってみたいと。実はこれはもう講演が縁でですね、お話をいただいたということで、また新しい形で社会に貢献、年を取っても貢献できることを嬉しく思っています。まあね、君たちに最後グッバイって言ったんだけども、もう一言だけ言うとね、悩み多い、これから悩み多いよ。今まではね、学生の青春の特権は失敗が許されることにある、青春の特権は失敗が許しと、社会に出たら何、お前もうそれで抹殺される、終わりだよ。今のうちにたくさん失敗をしながら経験を積み重ねていくことでね、そして実際に社会に出てもとんでもないことをしてしまったって悩むのは一瞬だって。私の大好きなのは、その時すごい悩むよ、いろんなことだって。大好きなことも、明日は明日の風が吹けや吹くわ、明日は明日の風が吹く、明日になったら、ね、いや明日考えよってんで寝ちゃうんですよ。すっきりしますね。どうか自分なりにね、自分をですね、鼓舞できるような何かをですね、モットーみたいな一つ見つけて頑張っていってくれるといいですね。
いろいろと講師にわたりお世話になりました事務の皆さん、先生も私なるべく来ないでいいよって言ったので、それでも来ていただいた先生方、事務の方々、申し訳なかったです。本当にありがとうございました。これにて私の最終講義とさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、以上をもちまして、浅間教授のお別れ授業を終了したいと思います。ご来場および対面オンライン授業参加の皆様、本当にありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。それでは、これにて終わりにさせていただければと思います。浅間先生、ありがとうございました。